前回のカズクラ、カズさん教会作りの続きを始めた。ただカズさん外壁どうすればいいかわかんない。というわけで前回は内装だけを整えてみた。さてこっからどうすっかな。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いやー、秋ってさ、秋晴れっていう言葉があるのに、福井はね、雨だらけだよ。なんだよこれまあいっか。さて前回のですね、内装の方いかがだったでしょうか。皆さんの意見をですね、結構取り入れてきておりまして、上の十字架もねいい感じに収まったしさ、この柱についてもありがとうございます。そしてさらにはですね、この内装でございますよ。いやあとはね、正面を綺麗にしていくだけだね。それが一番大変そうだな。あーそうだった、忘れてた。よ、元気してたかお前。ああよかったよかった。あ、出たかったか。いや、お前そういうの好きだって聞いたからさ、って好きに暮らせよ、あっこに家あるから。さてですね、本日も多くのコメントが来てるんですけども、まあいくつかちょっと取り上げてみましょう。カズさん好きだけど、いつまでスタバのドライブスルー作らへんねん。あ、そうだなぁ、ドライブスルーちょっと作りたいよね。ただですね、スペース的な問題で僕の家ぶち当てるんだよな。これどうしよっか。こっち側だけ作ればいいかな。こっち側だけなら作れそうだからね、またちょっとおいおいとチャレンジしてみたいなと思います。いやー、そうやって建物の感覚はきっちり決めてやらないとダメなんだね。そんで次がこちら。今のカズさんのボイパ技術を披露してください。いやー、先日ですね、実は大地くんともお会いいたしまして、その時ですね、少しですね、聞いたんでございますよ。ちょっと真似してやりましょうか。せーの、プンチプンチプンチプンプンチプンプンチプン。つばだけ飛んだわ。いや、今度もうちょっと練習してですね、大地くんの動画も撮ったから、なんかそれと合わせて、ちょっと面白めな動画ができるようにちょっとで頑張ります。ほんでですね、やっぱコメントの中にはですね、まあコメント遊びと言いますか、よくわからない質問もあるんですけども、実況者さんの名前を伏せることはありますよね。丸とか入れてさ、でもこうなるとわかんないんだよ。建物で手丸が作ってほしい。何それ。伏せ字よくわかんないからね、入れるように。さて本日はですね、ちょっとあれ行きたいと思うんですけども、ちょっと上行きましょう。上ペイペイよよ、無視かよ。まあ、いいや。こちらの方でございます。んーていと、さあ、こちらの方にやってきたんですけども、どうだろう。あー、来てるね、来てるね。うわ、めっちゃ溜まってるやん、いい感じやん。いやー、やっぱりですね、誰も敵残ってらっしゃらない。あ、ほんでね、実はでございますね。ほら、めっちゃ広がったでしょ。ここね、落下トラップの実験所としてですね、これからいろいろ拡張を進めたいと思いまして、今現在ここまで広がりました。なんかね、水流式とかいろいろあるんだよね。そんで本日はですね、ま、いろいろ5分でどんだけ取れるかの実験も今後やっていきたいと思うんですけども、あれ必要でしょ？ほんでこういうのもございます。グローストーンランプでオンオフできるとロマンありますよ。ですよね。というわけで本日はですね、グローストーンランプで、敵を湧かないように、できるようなシステム作り行ってみたいと思います。では早速本日も行ってみましょう。そう、今ですね、もうゴーレムさんがね、もうずっと頑張ってらっしゃってね、休む暇がね、正直ございません。な、そうだよな。やっぱね、休み欲しいと、日曜日ぐらい休み欲しいとのことなので、昼間でもですね、湧かないように、昼でも夜でも湧か、おー、やべ、見えてしまった。下準備覚えました。とりあえずですね、スイッチを入れたら、上まで光がね、持続するように言ってるんですけども、早速仕掛けの方行きましょう。レッドストーンランプもいっぱい作ってるんですけども、これレシピすごい簡単なんでございますよね。どうするのかというと、真ん中にポンと置いてさ、で、これをね、ピッピッピッペってやると、はい、この通りレッドストーンランプでございます。ほんでですね、スイッチを入れた時にオンになるように行きたいんですけども、さーてどうなんでございましょう。今ですね、あー、湧いてらっしゃいますね。まずはここにピッピッピッと、あれ、もう光ってるな、これ。スイッチ入れてないのに光ってるな。
回収。いやどうするといいんだ。オフにしたいんだけど、転んでどうかな。あ、いけるね。いけたと思う。うん。では、早速行きましょう。目印だけつけておきました。これが真ん中でございます。ここに、ランプをペッてやって、今ちょっとつけるけどさ。つかないか。ここでつくかな。あ、ついた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 。内側自体は13掛けの13だから、この15の明るさがあればですね、かなり持つんじゃないのかなと。では、まあ、この調子でですね、頑張っていきたいなと思います。これって閉じてもつくのかな？ちょっと待って。それ、そこまでちょっと考えてなかった。何にも。つく？あ、つくね。よかったよかった。いつもなんかテコンってなるからね。失敗して。あー、これ力の強さもわかんねえな。スイッチだけ入れとこうか。ね。スイッチはですね、これの裏側。ここか。えい。あれ？一個はつくはずなんだけど、つかないよ。あ、やべ、まず。と、気をつけないと。よいしょ。あれ？ここら辺の照明どうなった？あれ？どこだっけ？中央。あれ？今光ったけど、あ、横が空いてた場合に、つくんだ。どうすればいいんだ、俺。せっかく下準備したのにさ。こうしたらつくかな？閉じると、おじさん参りました。こうするといいのかな？あ、ついた、ギリギリ。無理やりだな、方法が。ま、いっか。この調子で行ってみましょう。さあ、どこまで続くかな？あー、ここが限界地点でございますね。いや、なんか、デザインがね、また崩れてしまいましたね。まあ、これがカズクラなんでございましょうか。まあ、ちょっと今からですね、地味な作業、どんどん行きたいなと思います。よーし、やっと一段完成。二段目もこの調子で頑張りましょう。よいしょー。はて、二段目はというと、あ、今三段目だね。つくのかな？あ、ついた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 。来たよー。では、行きましょう。あ、足りない。いやー、1スタックあったから、いけると思ったんだけどな。おりおりよ。この日のためにね、持ってきてますよ。レッドストーンブロック。これさえあればね、うん、完璧だ。よし、あとはね、2階部分だけで完成でございますよ。2階部分はね、どうすると伝わるのかな？来ないよな。わかってるよ。来ないのはわかってるよ。ということはだな、こうすればいいのか？多分こんでいけるんじゃねえのかな？よーし。多分これで完成でございます。ではですね、早速検証の方してみましょう。おお、誰だろう。あー、なんかキャンペーンだったよ。ではですね、まあ、敵で絶対落ちくんな。よし、この状態。あー、よかったー。これで光ってたら引いてたもん。この時は落ちていいんだよ。うん、落ちてるね。じゃあですね、ペカッといきますよ。せーの、チッ。光ってんのかな、あれ。上から見ないとわかんねえやつか、これ。ちょっと今、夜っぽいよな。今、夜なのかな。月がちょっと見えねえけど。まあ、多分、夜か曇りか分かんねえけど、ちょっと見ていきましょう。敵がちょこちょこ落ちてるのが気になるんだけどさ、あれ？なんかミスってんのかな？どうだろうどうだろう。行ってるよね？いや、ゾンビ音はいいけどさ。ちょっと待ってよ。え、嘘？あ、嘘。いたマジ？ハーフブロッカーとダメなの？雲は 2×2 の場所に出現とか出現じゃないとかって噂があるから、ちょっと待って。よし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 。つまりはこれがダメだったってこと？あー、これだわ。どうすればいい？下付きハーフブロック。こういうのあれかな？こういう下付きハーフブロック。これでやるか。そっかそっかー。あー、でもなんとかなりそうだからよかったわ、これ。いやー、びっくりした。ハーフブロックとか半分光通せよな。な。違うか。いやー、こうやってね、カズクラは、少しずつね、少しずつ成長していくんだよ。遅いからね、成長はね。よし、完了。あとは、どうしよう。あ、ここら辺からお外出れるんだっけな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。んじゃあですね、早速またチェックいきましょう。まずはね、オフ状態で上が光ってないか、ドン。あれ？光ってるよな。
光ってる層完全にあるよなこれ。おーい、どうなってんだ。今から映画行くのにさ、それもどうでもいいか。1段目 OK、2段目、しっかり確認が取れております。3段目は OK でございますね。これか、これが原因か。よいしょ。あーなるほど、こっから行っちゃうのか。なるほどね。こういう時はね、どうすればいいんだろう。こうしてこうしてこうするとオフになるから、ここは多分大丈夫だよね。ここも同じことやればいいのか。こうきますよね、こうきますよね。でこっからブロックに入ってのオフ信号。よし、多分今度 OK だぞ。じゃあちょっとスイッチ入りに行こう。スイッチを内側からよくわかんないから、まず外側からチェックしに行こう。そっか、こういう時ね、これ奇数だと難しいのかな。うん、勝手に言ってるだけだけど。あ、やべやべやべ、雷、怖い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 。信号こっちの方入っておりまして、2段目入ってません。一切、あ、こっちは入ってるね。あ、いいねいいね、こっち入ったね。あー、なるほど、なんかいたわここに。混んでいけるわ多分。うん、いけてると思う。ではもう出発5分前でございます。さあ、雷怖い怖い。よーし、消して、よーしよしよしよし。雷のなんかは光ってるけども、そっか、上穴開いたまんまか。んでこうつけると、よっしゃー。はあ、とまあ本日はこんな感じで終わりたいなと思います。いやー、なんとかなりましたねー。とりあえずですね、このオンすることによってモンスター発生ね、多分出なくなったので、これで思い存分また別のトラップタワー作っていけるなと思います。ほんで、皆さんのアイデアですね、ちょこちょこ私まとめておりますので、面白そうなやつ一つ一つ試していこうかなと思います。では本日はこんなところで、また次回皆さんお会いしましょう。バイバーイ。